フレンドカッコ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。それではももこちゃん攻略編、続きをやっていきましょう。で、セーブデータはこの2番目と。じゃあチェックをしていきますか。学園にはいない。椎名さんのイベントはスルー。あ、街にいますね。ハテナがあるけど、ハテナもスルーしていいでしょう。わあ、先輩です。こんにちは。今日も暑くてとっても夏らしいですね。そうだな、この世界は暑いの雨が降らないからね。ですか。あ、俺暑いの苦手、暑がりなんで。そんな時はこの笛ラムネをどうぞ。笛ラムネ、スッとして美味しいですよ。なんかミントの味なのかな。かき氷を買うか笛ラムネを買うか迷ったんですけど。いやー、この場合かき氷でしょう。結局笛ラムネを支持する気持ちが勝ったので、その二択なら迷わずかき氷。まあそうっすね、かき氷っすね。そんなことないですよ。まあ、でも公園にいるってことは公園でかき氷を食わないといけないんで、まあ笛ラムネの方が保存が効きますからね。かき氷買ってすぐ家に帰るっていうんだったら、まあかき氷っすけど、かき氷買ってなぜか公園にいる。ここ公園だよね、ちなみに。美味しいんですよ。え、やっぱりかき氷の方が良かった。ごめん、ついうっかり。暑いのに笛なんか吹けるか。ごめん、ついうっかり。ここはちょっと下手に出ておきましょう。先輩はうっかり屋さんですね。そうだね、うっかり屋さんだよ。でも私もうっかり屋さんなので人のことは言えませんね。別にうっかり屋さんが人のことをうっかり屋さんって言ってもいいと思うよ。はい、もう一つどうぞ。このなんか人のことを言えないみたいなことちょっとあるけどさ、別に言ってもいいと思うんですよ、事実なんだから。はい、なんで上から目線じゃないとさ指摘しちゃいけないの。そこいつもなんか俺謎に思ってるんですよね。フエラムネは加え方にコツがあるんです。こんな風にふわか、ふわ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 。すげえな。いや、こいつ器用だよね。まあ、こいつって俺のことだけど、なんか何でもそつなくこなしますよね。だんだん涼しくなってきませんか。あんまりそうは思わないけどね。先輩も涼しくなれてよかったです。フエラムネ、夏の暑い日におすすめですよ。まあ、とりあえず評価が上がったんでよしとしますか。次の日へ行きましょう。8月4日の学園チェック、いない。街チェック、いる。っていうかイベントが起きてる。すごいな、やっぱり評価上げていくとどん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 イベント起きますね。あや、先輩、うちのお店に何かご用ですか。酒だ、酒を出せ。俺は酒が飲みてんだよ。来てみたんですか。おー、ストレートに言うね。じゃあ予想通りでしたね。でもせっかく来てもらったのに。やばい、断られた。気持ち悪いと思われているかもしれない。これからゆずちゃん家のお蕎麦屋さんに行くところなんです。あー、ゆずちゃん家、いいねいいね、俺も行く俺も行く。でも借りたいくらいお店が。あ、お蕎麦屋さん、ゆずちゃん家はお蕎麦屋さんなんだ。頼まれたんですよ、町内会の集まりがあって。そこからたくさん、今の時期だと夏祭りの打ち合わせか何かですかね、町内会の集まりは。先輩も手伝って。いやいやいや、大丈夫大丈夫、全然悪くない。行く行く行く、ゆずちゃんに会えるなら。ドジな朝比奈さんが心配だ。困った時はお互い様だ。バイト代が出るかもしれないし。いや、困った時はお互い様だ。そうですよね。それにご近所さんはいつでも助け合いです。みんな近所だな。でもそうするとさ、多分学区が同じだから中学校とかも同じなんじゃないですか。全員全員一緒の中学、そのままみんな同じ高校へみたいな。とにかく先輩に手伝ってもらえるならゆずちゃんも助かると思いますよ。はい、いらっしゃいませ。あ、もも、あれ、ショウ先輩って言うんだ。名前の方で呼ぶんだね。そんなに仲良かったんだ。先輩も一緒にお手伝いしてくれるって。本当ですか。でもバイト代は出せませんよ。いや、いいよいいよ、下心できてるんだから。それでもいいんですか。
ならとっても助かります。いやー、ゆずちゃんのその笑顔を見れただけで。それでゆずちゃん、私たちは何をすればいいのかな。そろそろお昼時でお客さんが増えるから、その間だけお手伝いを頼みたいんだ。お父さんたちはお蕎麦作りに専念するから、ももにはお茶出しと注文機器を頼めるかな。分かったよ。お茶とおしぼりを出して注文を取るんだね。セルフサービスにすればいいのに。お茶、あとはできたお茶で食券にすればいいじゃん。いいのかな。提案です。その方が効率がいいと思います。お蕎麦は私が運ぶから大丈夫。ももはお茶とおしぼりと注文をお願いね。でもそれだけでいいの？うん、それで十分。いや大変だよ、注文聞くの。ママ、よろしく頼むね。うん、わかった。しっかり。やっぱり順番もありますからね。先に注文した人の分を先に出さないといけないんで。先輩は厨房でお皿洗いをお願いします。まあ皿洗いですね。洗い物がないときはももを手伝ってあげてください、うん、洗い物がないときっていうか、お客さんが混んできたら手伝いますよ。お父さんたちを手伝います。先輩、お父さんに挨拶をしなければな。そろそろ時間なのでお客さんが来ますよ。いらっしゃいませ。お茶とおしぼりをどうぞ。はい、お隣の酒屋の看板娘がどうしてここに。ああ、看板娘になってるんだ。やっぱりね、かわいい子のところに買い物行きますよそりゃ。いや俺もやっぱりそのレジがあったら、スーパーとかのレジそうなんですけど、やっぱね、かわいいなんかバイトの子のところに並びますよね。ありがとうございます。はい、そちらもすぐにお伺いします。で絶対ね、やっぱね、こういうかわいい子とかいた方が売り上げはね上がると思うんですよ、普通に。今のところは順調だね。あれ先輩、皿洗い慣れてますね。いや皿洗いのねバイトはしたことないんだよね。家の手伝いでよくやってたんですか。まあ手伝いもしてないけどね。私より際がいいかもしれませんよ。どんだけ手伝ってたんだ、すげえな。ご注文はどうぞ。無地なそばですか。無地なそば、あんまり聞かないですね。無地なそばはタヌキの揚げ玉と狐のお揚げが両方入っているそばですよ。うまそう。でもとっても美味しいのでおすすめです。いやいやいや、人んちのさメニュー勝手におすすめしないでそれは実はおすすめじゃないかもしれない。もも、向こうのテーブルのお客さんにもお茶とおしぼりお願い。はい。あ、でも焦らなくていいからね。これはフラグだな。お茶持ったまま急ぐとまた転んじゃう。転んじゃう転んじゃう。ほらね。抱き止めながら落ちそうになったお茶までナイスキャッチしてる。てか俺皿洗いしてたんじゃないの。助かりました。注文のざるそば20人前できたよ。20人前結構来ましたね。おそばのせいろが塔みたいに積み上がってます。二人ともありがとう。おかげさまでお昼時を乗り切ることができました。なんのなんの。あとはこのお蕎麦を届ければ無事終了です。とりあえずお店はお父さんたちに任せて、これは私たち3人で持っていこうと思います。でも私、こんなに高く積み上がったお蕎麦を持っていける自信ないよ。それなら大丈夫。注文してくれたのはうちの近くの帽子屋さんなの。帽子屋さん、あの帽子屋さんならここから近いね。よく行くお店だよ。お蕎麦も帽子屋さんによく行くんだ。俺はそんな帽子持ってないからわかんないですけど。10人前も持って行ってくれるんですか。10人前ってどれくらいだ。いくらなんでもそれは無理。いやーこなすね、そつなくこなすね。さすがだ、これはねモテるわ。もう俺なんかと潜在能力が違うわこいつ。持ってるものが違うわ。ありがとうございました。帽子屋さんがたくさんの注文を受けてくれたお礼にって麦わら帽子をくれたよ。それも私たち3人分。え、それ大丈夫なの。前にお店で見てて可愛いなって思ってた帽子だから。安いもんじゃないでしょ。だってすごく嬉しいな。もも、よかったね。
じゃあお店に戻ろうか。バイト料じゃないけど、うちのお蕎麦を振る舞うよ。あ、いただきます。じゃあ3人で仲良く食べましょう。冷たいお蕎麦、美味しいです。この前、ももに聞きましたよ。え、何を。先輩たちは今、夏のライブに向けて練習している。いや、練習はしてない。正直練習はしてないっす。こんな時にお手伝いを頼んじゃってすみませんでした。大丈夫大丈夫、練習してないから。大丈夫だよ。ほら、今日は練習が今日はっていうか、今日もね。先輩、そうなんだ。じゃあなんで今日二人は一緒だったんですか。あ、いえ、すみません。お、なかなか空気を読むね、君は。ゆずちゃん、なんで赤くなってるの。別に何でもないよ。私って余計なことは聞かないタイプだし。なるほど、この人は空気を読める人ですね。それよりライブ、私も見に行くからね。ゆずちゃんが来てくれたらすごく嬉しい。いや、マジで練習しないと。ゆずちゃんの前でもも、かっこ悪い真似はできない。麦わら帽子見てるけど、そんなに気に入った。うん、ライブの時に麦わら帽子をかぶってライブに出るのか。うちのバンドには合わないかも。俺もライブで被りたい。でも黒川さんが嫌がりそう。俺被りたくねー。麦わら帽子かぶってドラム叩きたくねー。でもまあ被りますか、しょうがない。先輩もお気に入りなんですか。じゃあ一緒に被って出ましょう。それは黒川さんをハブにするってことか。お揃いの麦わら帽子でライブ出場か。3つあるんだから、ゆずちゃんの麦わら帽子黒川さんに貸せばいいと思うよ。ほら、先輩もももの帽子とっても似合ってるって。あやややや、ありがとう。そうだ、いっそのことこの麦わら帽子をバンドの象徴にしたらどうかな。ほら、足りないよ。そしたらバンドメンバーは3人なんでしょ。おー、麦わら帽子も私のあげるよってか。ちょうど3つあるし、私のはバイト代として2人に譲るからさ。すがだね、ゆずちゃん。3人で一緒に、ほんといい子だ。そうしたらいいと思うよ。それいいアイディアだよ。もも、でも黒川さんはね、かぶんないと思うよ、麦わら帽子。うん、頑張るよ。8月5日学園チェック、ももちゃんはいない。町チェックのももちゃんいるね。いいねいいね、いい感じだね。すごく暑そうですか。いや、あんまり暑そうじゃないけど。先輩を見つけて走ってきたので少し汗をかいちゃいました。いやいいね、わざわざ走って追いかけてくれるのか。でも先輩に追われてきたので走った甲斐がありました。およ、ジュースをくれるんですか。いや、なんでジュース持ってんのお前。ありがとうございます。缶が冷たくてほっぺに当てれば。何味だ。俺はやっぱね、炭酸系の方が好きっすね。はい、シュワシュワする。残りの夏休みもこうして先輩とたくさん会えるといいな。たくさん会うよ。またどこかで先輩を見つけたら、常に俺は君のことを追っているからね。いや、むしろ俺の方から会いに行くよ。じゃあもう次の日へ進みましょう。進むね。8月6日、いない。町はいる。町にいることが多いね。バンドの練習はしないのかな。バンドの練習は、ももちゃん、ももちゃん、これね、ちょっと実況の声が先に入っちゃうんすよね。やっぱり先輩です。名前で呼ばれると嬉しくなっちゃいます。よかった、気持ち悪いと思われてない。これからも。いや、俺結構気にするんすよ。気持ち悪いとは思われたくないんだって。じゃあその時は私も名前で。あ、いいよいいよ。先輩のこと呼んじゃいますね。それ急接近だな、この夏休みで。私に何かご用です。いや、要は私に聞きたいことがあるんですか。聞きたいこと系か。OKOK。 何ですか。夏休みについて、植物について、読書について。この2つは多分興味ないと思うんだよね、夏休みについて。
オッケーオッケー。お店のお手伝いをしようと思うんですけど、いつも手伝っちゃダメだって言われちゃいます。私ってそんなに頼りないかな。頼りないかって言われたら頼りない。どちらかっていうと守ってあげたくなるタイプですよね。そうですよね。お父さんとお母さん優しいから。酒屋さんのお手伝いはできなくても、でも酒屋さんのお父さん、お家のお手伝いはできますよね。優しいって言ってもちょっとやっぱお酒を扱っている人ですからね。そのお父さんの元に挨拶に行くのか、酒屋を継げとか言われそうだな。体力はないからな。酒とか持てないよ。あと酒も強くないからね。あ、そうか。で、今日は終わりと。8月7。あれ、ちょっとカレンダー的なものと評価的なものをチェックしましょう。まあまあか。好感度は？おお、いい感じじゃない？ 8 月7でこれ。多分いい感じじゃないですか。まあそりゃね、追ってずっと評価上げてるからね。いない。今日はいないか。俺の目から逃れるとは。ももこちゃんもなかなかやるな。だが今日は逃がさないよ。いない。何、まさかいない。2日連続でこの俺の目から逃れるとは。進む。対策を立ててきたか、ももちゃん。だがこっちも負けられない。いたー。学校にいるってことは、あ、先輩、こんにちは。まあ別にバンドの練習をしてるわけじゃないよね。先輩は夏休みの宿題って先に終わらせちゃう人です。そうですか。一緒に頑張りましょうね。そうだな。一緒に頑張ろうって言ってるんだから本当に。私にご用があったんですか。さてさてさて。私に聞きたいことがあるんですか。評価上げの時間が来ましたよ。何ですか。旅行運動音楽。これはもう音楽でしょ。音楽は。オーケーオーケー。小さい頃からずっと大好きです。まあこれはやりましたからね、そもそも。お父さんとお母さんが音楽好きで。音楽好きのお父さんお母さんでお酒屋さん。なんかちょっと特殊だな。小さい頃からピアノを始めて、もっともっと音楽が好きになって、高校でも軽音部に入れて、なぎこちゃん先輩とか、はるかちゃん先輩とか。あ、そうだ、はるかちゃん先輩誰だよ。軽音部のみんなと出会えて。いや、やっぱり軽音部っていいね。可愛い子揃ってるね。だって、あ、ゆずこちゃん別に軽音部じゃねえや。そうだそうだ、ただの友達だ。知ることができたので。では、私はこれで失礼しますね。先輩とお話ができてよかったです。うん、ところでなんで学校にいたの？俺も、ももこちゃんも。それが謎だ。ちょっと2日間、まあ、いなかったっていうのはちょっとロスがあったけど、いない。これちょっとまたいない期間が。やばい、俺の目から逃れる。逃れる日が多いな。今日は逃がさんよ。おい、マジか。マジいるー。よしよしよし。これ厳しいね。基本的にこうずっと追ってかないとやっぱダメなんだね。遠くに見えた時からそうかなって思ってたんですけど。あれ、これって質問来るんだっけ。すごく暑そうですか。まあ、またジュースあげるよ。このために俺は毎日ジュースを持ち歩いているからね。少し汗をかいちゃいました。物で釣る。先輩にお会いできたので、やっぱりまずこれは基本ですね。走った甲斐がありました。およ、ジュースをくれるんですか。ちょっとしたものでいいんですよ。ありがとうございます。ちょっとしたもので。そこは一応気持ちという名目で渡すから。手に当てるととっても気持ちいいです。はい、だからある程度のね、好みはね、把握しておいた方がいいんですね。何気ない会話の中で、そう、何味が好きとか、でこれはちょっと苦手とかやっぱりあるんで。こんな風に走ってきちゃいますね。あ、質問はない。果たしてこれで評価が上がったのかどうか。学園いない。
町。おー、いない。どうしようかな、いないからちょっとハテナやっちゃおうかな。バイノーラル音声、まあヘッドホンは使ってませんと。ゆこちゃん先輩って。この任務は少し難易度が高いです。桃子なら大丈夫だって。普通に言ってるし。自分を信じなよ。先輩、名前を言っちゃったら目隠しの意味がないです。もしやもう一人の先輩、名前忘れちゃったよ。そういや、そうだね。あ、でも先輩って言ってるから違うか。多分黒川さんとさっきのはるかちゃんか。はるかちゃんは同級生か、3年生の部長か。目隠ししていないのは誰だ。それってさ、2人いないんだって。そもそも今3人いてさ、目隠ししてるのは1人でしょ。それだと意味がわからない。確かに。私はどうしたらいいんでしょう。いいよそのままで。てかさ、このやり取りをしている間さ、俺は何ずっと何突っ立ったまま目隠しされてるわけ。わかりました。そんなアホな。お待たせしました。もう一度初めから行きますね。目隠ししてるの誰だ。これいいんだよね、別に。普通に朝日奈さんで。正解です。わーも何も特段驚くようなことはない。あ、いつもの3人だ。難しいわけないでしょ。今の会話をしてどうして難しいって思えるの。簡単だったんですか。いやいや、そうでしたか。でもよく引っ掛けじゃないって分かったね。声以外でも私の手が小さくて特徴的だから目隠しされた感覚で分かったんですか。特徴的な手ってなんだ。俺この3人の手を触ったことないから分かんないんだけど。なんでこんなことをしたのかって。暑くて魔が差した。そんなことよりさ、みんなでまた何か食べに行こうよ。いつもの4人組で。しのぎになったかい。人生いつでも刺激は必要だしね。先輩すみません、私も黒川。いやいいよいいよ、全然許す許す。悪いのは黒川先輩なんだから。ゆずちゃんは何にも悪くないよ。うん、だからこれからかき氷でも食べに行こうか。3人分おごるよ。3人分別にかき氷くらいだったら。塗ってきたところでもう一つやってみないかい。何をだ。耳を研ぎ澄ますのにいい訓練になると。あー、声を聞いて誰か当てろってことね。いい機会だからここで試してみようと思ってね。わー、何ですか。先輩も付き合ってくれるって言ってくれてますよ。付き合うよ、一応ね。巻き込まれた先輩が OK なら私もいいですよ。じゃあ今度は自分で目を閉じてみてよ。 OK だ。じゃあ彼以外はちょっと耳を貸して。ゴニョゴニョゴニョ。どうしよう、ちょっとね今音量少し下げてるんですよ、普通にゲームやってる時。要はそう、ゲームの音楽がマイクに入らないように少し音量下げてるんで。私はこっちだね。じゃあ始めよっか。今から私たち3人は君にそれぞれ違う位置からささやく。うんうん。君はその声を聞きながら一番近いところにいる人が誰なのか。マジかよ。まあ簡単に言うと、一番声の大きい人を当てればいいんでしょ。まあ、これ誰か前やんなかったっけ、似たようなやつ。そこそこ大きいね。いや、君の一番近い。や、黒川さんはないな。先輩の一番近くにいるのは私です。え、この2つが分かんねえ。はずき、でも朝比奈さん、朝比奈さんのペアはねないと思うんだよね。で今ちょっとそのなんですかね、一応スピーカーから聞いた感じだと葉月さんがね、葉月さんというかゆずちゃんなんだけど、だいぶこの
耳元で近いような話し方をしてた感じなんですよね。黒川さんではまずない、なつきさんだと思うんだけどね。大正解です。オッケー、ゆずちゃん、君の声は俺にはわかるんだよ。どうでしたか？いや、どうもこうもないんだけどね。うん、楽しかった。いや、なんかこれでお開きになるような流れだけど、まだまだまだ始まったばっかだよ。友が立候補すると思わなかったな。先輩が私の声を覚えてくれてるか、ちょっとだけ気になったから。まあ、最初にね、確かにやり始めた時だったら分かんなかったかもしれないですけど、一周するとね、やっぱ覚えますね。お、なんか飲むか。いいね、黒川さんね、こういうところいいんだよ、本当に。まあ、おごるのは俺がおごるよ。行く行く行く。先輩も一緒に行きましょう。で次の日へ進んでと。いや、あのハテナイベントやっといてよかったっすね。はい、というわけで8月13日、確か始めたのが8月3日だから10日くらい経ちましたね。だいぶいい感じで進んでると思いますので、じゃあ今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。